方、マンシー・デブライネ獲得にあのチームが本気を出してきた模様。マンチェスターシティに所属するケビン・デブライネに来夏のサウジアラビア行きが浮上する中で、今度は一部の強豪アルナスルが電撃オファーした。サウジアラビアメディアは、アルナスルはデブライネにシティの3倍の給料を支払う用意があると指摘。デブライネの今季年俸は2080万ポンド約39億円だが、アルナスルはその3倍の6240万ポンド約118億円を提示したというのだ。マンシー側は放出を拒否した模様だが、アルナスル側は諦めておらず破格の条件を提示し続けている。安いはこんな金額じゃ動かん。ロナウド・ベンゼマが手取り330億。現役バリバリのデブライネが120億ぐらいではいかないだろ。ベンゼマ300億なのに随分ケチったな。てかもう一生困らん金もらってるだろ。間違いなく世界ナンバーワンのミッドフィルダーだけど怪我が多すぎる。マンシー降格ならチャンスあり。いくら金もらっても客スカスカなところでやりたくないだろ。バロンドールとワールドカップ優勝諦めてないならいかないだろ。デブライネはどっちも届く距離だからまだいかない。この人はなびかないでしょ。まだ一線降りる気もさらさらないだろうし。